こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。まあいろいろね、あのライフスタイルっていうのがね、まあ多様化してるというか、そうだね、多様化しないと、まあどんどんしんどくなっていくよな。そう、昔の価値観、うん、あの本当にさ、私の若い頃っていうバブルの頃はさ、うん、24時間働けますかだったんだから。なあ、それが流行ったよな。そういう、そう、24時間働くために、ね、うん、ドリンクが発売され、そうそうそう、それが良しとされたんだから。そうだよ、ね、働く男ができるみたいな。そうだよね、うん、うん、そう、だからとにかくね、頑張れ頑張れっていうね。そう、そういう時代、うん、まあだから全然その経済優先でさ、あの働けば働くほど会社も儲かるし、それから個人的にもね、給料上がるし、まあ、お給料も上がったし、ね、そうそう、年俸制っていうのがだんだん、昔は違ったわけじゃん、日本でそういう考え方なかったんだから、だんだんこう年俸制って形で年間いくらでこう、なんだろう、スカウトされてこうなんか転職するとかさ、そんな時代だったのよ、その走りだったんだよ、あの時代。そうだよね、うん、でまあね、まあ、いい生活できたりするわけだよ、うん、いい生活っていうのはその物物質的にな、いい家に住んで、いい車乗ってな、美味しいもの食べてとかさ、うん、そういうふうなことに非常に価値観を置かれてきた時代があったよね、まあそれは一つの原動力になってたけどさ、でもどうも違うぞっていうふうな形で、今はもっと、まあ余裕というかさ、まあ、あの一体自分は何したいんだろうかっていうことにさ、こう目は向いてきてるよな。そうだね、うん、だからなんだろう、例えば U ターンとか I ターンって言葉が言われるようになって、まあ、ふるさとに帰る人もいるし、I ターンでも都会に疲れて、あの自分で気に入ったところにこう行くのもあるし、今まあ ね、インターネットが発達したってことがすごく大きいと思うんだけども、そうだよね、いろんなことができるようになって、そうだから本社を地方に持ってってね、それで行政を入れてる会社もあるっていう話だしさ、だからそういう面で、まあ都会のさ中で、まあ、働くのと、緑が豊かなところで働くの、まあ環境が変われば、やっぱり思考も変わってくるしな。そうだね、だから本当の豊かさって何なのかってことね、預金通帳のゼロが1個多い2個多いっていうのが本当の豊かさなのか、どうなのか、家族との時間だったりさ、友達との語らいの時間だったりとか、そこに目を向けるようになったんだよね、きっとね。そうなんだよね、だから本当にあの、まあ、何がしたいかっていうかさ、この根性で何が、自分はしたいのかっていうことがさ、やっぱりそういう視点が必要なんだろうな、だから、まあ今さ本当にがんを患った人に会うけどさ、そういう人たちはもう命の有限性っていうのをね、いつまでも生きてるわけじゃないと、いうふうなことっていうのをさ、やっぱりもう痛切に感じるわけだよ。もう喉元に突きつけられてるわけだよね。そうそうそう、はっきり言うと。それはもうみんな一緒なんだけど、本当は一緒なんだよ。いや、だから私たちだって別に200歳も300歳も1000歳までも生きるわけじゃないしさ、たかだか生きてあと何年だ？30年？20年？そう、そうだよね。だよね。そう、特にさ、まあ若い時40代とかさ、そういう時にさ、そういう病気になってしまうとね、余計その辺は感じるよね、でもそこでね、なんかね、行動してる人はすごいよね。いや、本当もそう、だから、まあ、そういう中で本当に大事なことだと思う、その、命の有限性っていうのを、どこまで実感するかって、結構その日々の生活の生き方の充実度にね、関わってくるとこはあると思うね。でもさ、何だろう、分かっているけども知らんぷりしてるじゃん、遠くに置いてるじゃん、根性は。例えば肉体120歳まで生きるとかって話もあるけどもさ、肉体レベルでいうとさ、例えばじゃあもう最大限120だとしてもさ、今60年だったらその60年だし、今70の人だったら50年なんだよ最大限、そう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 、でもあと50年しかないとか60年しかないって思わないんだよね。そう、だからそれをどう生きるかだよね。なかなかさ、まあ俺はね、こう文章書いて書いたりする仕事してるけどさ、やっぱりね、締め切りというものがなければ、そのプレッシャーがなければ、やらないんだよね、なかなかそういう、まあ、現実があってさ、人間もそういう、その人間、その命の問題もさ、そういうのがあるのかな。
そうかもしれないね、うんうん、だそういう面ではこうがんという病気もさ、うん、これは本当にその意識させてくれるっていう意味でね、うん、おいおい締め切りがあるんだぞ、うん、忘れてないか、そうそうそう、みたいなね、うんうん、それがね、すごくその人の人生に大きな影響を与えてるっていう場合は結構あるわけよ、うん、うん、まあ、今本当なあってて、今進行形の人もいるわけよ現在ね。そうだろうね、うん、まあその人もかなり、重度の状況でね、うん、いながらさ、うん、まあ、自分はもう自分の決めた方法でやるんだっつって、うん、そういうなんかね、もう一山越えてるっていうかさ、うん、一つ壁突き抜けたような、うん、そんな表情で話してくれた人もいたよ、うんうん、だからなんかある意味悟りっていうかさ、なんかそんな達観っていう、悟り達観の方がいいのかな、うん、なんだろう、こういうものだとか、まあ、覚悟っていうかな、覚悟か、もうこう生きるって、私はこうやるっていうふうなことで、うん、それとあともう、もう一点はね、うん、何をするか、治ったら、そうだね、がんが、うん、まあ、まず今はがんを治すことに集中しますと、うん、でも治ったらこれをやりますっていうものがね、うん、やっぱり明確になってるし、うん、であとその体験を生かしたいっていうのもあるよね、うんうん、そうね、うん、だからさ、治したいのもあるんだけども、これをやるためにこの体ちょっとまずいよねって、うん、例えばこれから日本中をさ、うん、講演して回ろうと思ってる人がいるとするならば、うん、やっぱりしんどいわけじゃない、うん、ね、点滴されてたりとか、つながりたりしてる、うん、管につながりたりとか、うん、じゃあやっぱりこの管を取らなきゃダメだなっていうことになるわけで、うんうん、そのなんか一歩先三歩先っていうかさ、うん、そこをなんだろうね、そこをどれだけ見つめることができるかで変わるよね、うん、そうそう、うん、そういう生き方っていうのは大事だよね。だからなぜこれやるのかっていうことをさ、うん、まあ、これは健康であれ病気であれ関係なく、うん、うん、今なんでこれやるんだろうなっていうことをやっぱり考えながら生きるのも大事だよね。うん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 、うん、それはそうな、目先の目標を立てることによってさ、うん、やっぱりこうやる気だとかさ、うん、ね、なんかこう行動をね喚起するっていうかさ、うんうん、それはあるよな、うんうん、だからさ、小学校の頃とかさ、うん、学級会っていうのかな、明日の学活っていうのかな、うん、今日の目当てとかあったりさ、うんうん、あと教室の後ろにはさ、うん、今月の目当てとかさ、でこの学級の目当てみたいな、うん、こうなんか小目標中目標、うん、大目標みたいなのが貼ってあったんだけども、うん、でもやっぱそれってなんか人間ってさ、やっぱ弱いからさ、うん、やっぱそういうものをまず一日、うん、でもこの一日はこのための一日なんだよ、うん、でもこの1ヶ月っていうのはこういうことをするための1年なんだよってさ、やっぱりそういう段階を踏まないとさ、やっぱり弱い心っていうのはダメなんかなって。そうそう、だからそれは一つのテクニックとしてね、うん、大事だと思うんだよね、うんうん、だから確かにこうなるようになっていくし、うん、全てはいいことだし、流されればいいし乗っていけばいいし、それは間違いないんだよね。いいんだけど、うん、だけどなかそれって結構高度なのよ、生き方としてはね、うん、やっぱり、そう、やっぱりこう日々の目標を立てながら一つ一つこなしていくというのがさ、うん、まあまあ初級者コースじゃないけどさ、やりやすいんだろうね、きっとね、うん、それはそれで、うん、テクニックとして昔からあるわけだから、うん、必要だろうと思うね。ただその時に柔軟性持ってないとな、うん、目標決めたからやらなきゃいけないって、これ、うん、それに縛られてしまうとしんどくなるからさ、うん、その時柔軟に何か状況が変わったらパッと変えればいい。そうだね、だから朝礼誤解っていうのがさ、うんうんうん、よくないように思われてるけどさ、うん、だけどさ、大体世の中の天才とか何か成し遂げてる人ってみんなそうだからね、うん、違うと思ったらもうさっと違うことやってて、そうそうそう、なかなか普通の凡人には理解されづらいけどね。そうだから周りは大変なんだけど そのね、うんうん、そういう人と一緒にやってると周りの人たちはもう振り回されてしまうけれど、うん、だけども本来そういうものもう日々違う、刻々時々刻々と状況変わるわけだからさ、うんうん、でもサロンで本当お客様が色接して思うけども、うん、これ全てではないけども、うん、やっぱり人生うまくいってる人って、うん、なんだろう、例えば年の初めにね、うん、今年私は何に気をつけたらいいでしょうとか、うん、どうしたらいいでしょうとかって、うん、まあ、インド先生術をねやってる人、うんうん、最初見た時にああそうだって思って
分かったつもりになっちゃう、うん、だけども毎年こう細かくそうだよな見ていく人ってやっぱりうまくいってる人多いよね。そうだよね。だから本当に、うん、定期的に見直すのは必要だと思うよ。そうね、うんうん、でまた見えないものがまたね、そのと最初の時は分からなかったことが分かってくるから状況によってね、うん、あ、だからこう世の中うまくいく人ってこうなんだなって、うん、ふっと思うことがある、うんうん、見習っていかなくちゃいけないなって、まあそうだよね、私自身もね。そうだよ、うん、だからまあね、毎日その、うん、東京新聞のね占い見るのもいいだろうしさ、そうだね、ああまあそういうことは一つの方向修正とかね、うん、ふと気づきのチャンスだよな、うん、とかもうね、うんうん、たくさん気づきの種はたくさんあるわけだから、そうだよな、うん、ああまあそういうのを見逃さないようにしないとな。そうですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。